ハローアミです。今日は100円ショップのダイソーの商品を使って作るファーのクラッチの DIY を紹介していきたいと思います。じゃん。ファーのクラッチバッグ流行ってると思うんですけど、トータルの材料費400円で作り上げていこうと思います。それでは DIY スタート。メインの材料はこちらのダイソーノルディックナチュラルシリーズのクッションです。今回ファスナーは40センチのものを使います。針と糸、布切りバサミを用意してください。ミシンがあると早いです。早速準備に取り掛かっていきます。クッションの表と裏があるので、裏側のグレーの上の部分を一辺ハサミで切り込みを入れていきます。この時に下の生地まで切ってしまわないように気をつけて切ってください。切り終えたら中から出てきた綿をごっそりと抜いてしまいます。するとこんな風に空洞になります。ファーの表側を内側にして半分にきれいに折って、サイドをずれないように待ち針で留めていきます。今回私はミシンを使っていくので、ミシンを縫う場所を開けるために少し内側を留めています。両サイドがしっかりと留まったら、今待ち針で留めた部分を縫っていきます。動画はミシンを使っていますが、手縫いでも大丈夫です。いけーいけいけいけー。端っこまで縫ったら返し縫いをしてしっかりと留めます。反対側も同じ要領で一気に縫っていきます。いけ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 。続いて上の部分にチャックを縫っていきます。ずれないようにしっかりと待ち針を留めて、縫いやすいように導線を作っていきます。そしてミシンで一気に取り付けます。今回チャックは40センチのものをつけているのですが、クッションに比べてちょっと長かったかなと思うので、30センチから35センチぐらいがベストかなと思います。同じピンク色を選んでみましたが、ポイントになる他の色を選んでも良いと思います。そしたらばチャックを開けまして、反対側も待ち針で留めてから、同じようにチャックを一気に取り付けていきます。あ、ちなみにこれ編集の時点で早回ししてるわけであって、実際はこんな早い速度で私ミシン縫えまへん。そしたら最初に切ったグレーの部分を下のピンクの布と一緒に待ち針で留めて、そこも一気に縫ってしまいます。要は最初にここ切って大丈夫なのってところを切るんですが、後から縫い付けてしまうので問題はないです。縫い目が表に出ちゃうんじゃないのと思いきや、ファー素材なので後からその縫い目の部分をこうやって手でほぐすと縫い目が目立たなくなります。このすべての工程が終わったらひっくり返します。端っこの方まで手でキュッキュッと綺麗にひっくり返します。するとこんな風にクラッチバッグになります。ちょっと寂しかったのでダイソーで売っているタッセルをファスナーにアクセントとしてつけてみました。私は付属のゴムでそのままつけてしまいましたが、気になる方はペンチと金具を使ってつけるともっと本格的にお店で売っているようなデザインに出来上がると思います。こんな感じです。これでファーのクラッチバッグの出来上がりです。材料はすべて100円ショップで揃うので、ぜひ試してみてください。以上がファーのクラッチバッグの作り方でした。ポイントはこの裏地をね、貼らなくてもこれがドット柄っぽい役割をしてくれるのと、このグレーの部分を切った時にちょっとフェルトっぽい生地なので、それをくくって縫わなくても切ったらそのままで紐がビロビロ出てこないのがすごい楽ちんにできることです。あとはそのファーの部分も一回も切らないので、ファーの生地って切ると本当にピロピロ毛が飛んじゃって大変なんだけど、そういう手間を取る作業がゼロでできる DIY です。このチャームの部分はお好みでいろいろ変えてみても可愛いかなと思います。ぜひ試してみてください。私のチャンネルをまだ登録していない方は、パソコンからご覧になっている方は右下のチャンネル登録ボタンから、
携帯からご覧になっている方は下の赤いところのチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もよろしくお願いします。 DIY の動画は過去にもいっぱい作ってて概要欄にたくさん URL 貼っとくのでそちらもぜひチェックしてみてください。ビデオを最後までご覧いただきありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。石井亜美でした。